はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、第3回、はい、超人列伝始まりました。始まりました。今回は、バグースの六本木店からの放送ということで、はい、はい、今個室から。個室からお送りしております。綺麗なお店ですよね。綺麗なお店ですよね。ね。VIP ルームですよね、ここ完全に。ね、ちょっとなんか何でもできちゃいますよね。何でもできちゃいますね。ねえ、いろいろね。そんな感じなんだみたいな。ニヤニヤしちゃってみたいな。まあ、そんな感じでお送りしていきます。はい。はい、栗林トールプロ。Yes。と海老香織です。はい。よろしくお願いします。さあ今回は、バグースさんからの放送なのですが、初めて、はい、バグースさんから放送させていただきます。あ、そうですよね、はい、結構試合とかでもね、ま、させていただいてますけども、ね、はい、僕も、グランプリイーストだったりとか、うん、関東オープンの本会場だったりとかね。そうですよね。あとレディースオープンもしてますよね。関東レディースオープンね。でそういう感じで、ここで試合を何度かさせていただいております。はい、はい、で今日はですね、ビリヤードスパイススパイス〇〇のコーナーで、はい、ビリヤードスパイス恋愛ということでですね、はい、ビリヤードと恋愛にまつわるエピソードをお待ちしております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ツイッターでコメントをどんどん送っていただけると、はい、私らはこう拾ってね、そうですね、会話を広げていきますんで、はい、ぜひぜひ。僕も、まあ、今結婚してはいるのですが、うんうん、まあ、過去にあった恋愛エピソードも、あれ、そんな言っちゃっていいんですか。はい、あらららら、ちょっと一つご紹介しようかなと、はい、思っております。楽しみにしております。はい、はい、さあ、ビリヤードニュースいきましょう。はい、ビリヤードのニュースです。はい、3月12日から14日、はい、アムウェイオープン始まります。はい、ですね、ステージ1が12から14ですね。はい、で本戦が3月の14から18日、はい。はい。これは私も参戦していきますので、そうですね、場所は台湾なんですけども。はい、あれですよね、エベプロはステージ2から。ステージ2から、はい、頑張っていきます。はい、まあ、ステージ1からも日本からは20名ぐらいですか。20人もいるんですか。いや、かなりの人数いってますよね。いってますよね。すごいですね。そんなにいってない。15人ぐらい。10人ぐらい。え、でもとステージ1とステージ2合わせると15人ぐらいいますよね。はい。なるほど、なるほど。え、やっちゃった、まあ、そんなわけないですよね。はい。僕結構人数多いなと思って。いや、多いって噂では聞いてます ね。うんうん、全然多いと思います。そんくらい大きい大会なんで、ちょっと気合い入れて頑張ってきまい。はい。いや、もうちょっとこれはね、女子の中ではかなり上の冠の大会ですもんね。そうですね。ね、ちょっと頑張ってきてください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、あの曲玉のすごい外国人の方が、はい、フロリアン・コーラーさんがですね、札幌に来るんですか。はい、今来ました。もう来てます。来日してます。来てるんですね。はい、じゃあ、日にちは、3月2日に北海道の、方に来られてて、関東の方は3月16日ですか。3月6日。あ、3月6日か。はい、6日に3月6日に池袋のバグースさんに来られます。かその3部制になってるんですね。3部制、4部制、5時、6時、7時、8時、9時、5部制になってるそうです。で、すごいですね。まあ、その30分間でこう区切られてるそうです。へえ、決まりそうですね、これは。いや、曲玉の種類がですね、僕結構曲玉できる方なんですけど、できる方というか、まあ、結構練習してるんですけど、まあ、50個ぐらいです、僕ができるのは。多いですね。でしょ。なかなか多いでしょ。なかなか多いです。ただですね、2桁多いんですよね。2桁多い。フロリアン・コーラー選手。500ってこと？え？2桁多いんです。2桁多いって何ですか。難しい。1000個。え？1000個ですよね。1000個。1000個できるんですよ。何ですか、1000個って。1000種類です。1年間って365日しかないんですよ。そうですよ。だから1日1個披露して、
まあ、3年間はできますよという違う種類の曲玉が3年間できます。退屈しないですね。でしょう。でも1回の曲玉1分で終わりますからね。あ、1分で終わっちゃいます。終わりますから。でもこの人はかなりすごいんでね、はい、そうですね。もう本当にその曲玉だけ そのトリックショットっていうジャンルで頑張られてる方がこう有名になって、でメッツさんのスポンサーさんもついて、いや、私ちょっと個人的に見たいですね、これ明日。いや、もう行きたいですね。はい、ちょっと結構みんなプロの方も行くと思いますよ、プレイヤーの方。あららららら、ちょっと勉強させてもらいます。ね、ちょっと行きましょう。はい、まあその時あったらまたね、はい、一緒に行きましょうね。それカットで。あ、そういうことか。はい、か最初持ちなんでカットで。はい。まあそんな感じで皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、よろしくお願いします。そして、はい、3月の4日に行われた、はい、グランプリイースト X フィールドさんです。はい、はい、でですね、優勝がですね、はい、なんとなんと土方隼人プロ。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。でですね、実はですね、はい、今日この会場にですね、はい、来てくれてます。はい、じゃあゲストということで、はい、登場してください。土方隼人プロです。土方プロです。はい、こんばんはです。はい、こんばんは。はい、こんばんは、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ふざけんな、この野郎。ふざけんな、この野郎。クリさんがいなかったんで。はい。そうやって言ってくれると余計ムカつきます。はい。まあ、一発目。今年初めての試合、優勝ですね。はい。いいスタートですね。いや、本当に世界選手権出て結構いい経験積めたので、そこからいきなり優勝できて本当に嬉しいですね。僕も出てたんですけどね。クリさん同じ場所ですもんね。僕も UAE も出てたんですけどね。何もフォローのしようがないですね。ライバルですね、2人は。え、ライバルですか。嘘、どうなんですかね。いいライバルって感じですね。まあ、もうバチバチ多分面白いライバルって感じ、はい、僕が面白くしてる部分だと思うんですけど。面白いってなんですか。面白い、面白い、え、恋人今日の僕ら今日のスパイスですか。私たち僕一応 女役でいこうかな。僕男でじゃお願いします。はい、はい、じゃあこれからそんな感じで2年間頑張りましょう。これから。はい、ということで、はいはい、今日は、土方プロをゲストにお迎えして、はい、番組をお送りしたいと思います。はい、ちょっと、特別ゲストなんですが、はい、いろいろ喋ってください。はい、どんどん喋ってくださいね。わかりました。ちょっといじられながら喋ります、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、CM です。はい、はい、あれ大丈夫ですか。ちょっともうちょっと前で言ってもらっていいですか。なんか顔の大きさ一緒にしましょうよ。僕多分ですね。ちょっとクリさんもちょっと下がってます。あ、下がった方がいいですか。僕だいぶ下がんなきゃいけないです。大丈夫ですか。今これ声入ってますね。はい。はい、多分僕が一番下がった方がいい気がしますね。なんかこれもうだんだんに下がる。いや一番前に出てた方がいいですか。だいぶ後ろの方になりますね。はい、何の曲ジャパンって幅広すぎないですか。ジャパンどれだけいけるか。いいですね、それもありですね。ジャパンどれだけいけるか、ジャストドゥイット。いいですね、いいと思う。同じような感じですよね。まあ、コンセプト的にはまあまあそうですよね、はい、そうなのか、はい、さあ、今回新コーナーリアスパイス、はいはいはい、じゃあ新コーナー参りたいと思います。はい、ビリヤードスパイス〇〇〇〇ちょっと、はい、わかんない。はい、はい、このコーナーはですね、はい、ビリヤードに何かをかけて、はい、こうね、会話を料理しようっていうコーナーなんですけども、はい、今回のテーマは恋愛、はい、恋愛です、うん、ビリヤードスパイス恋愛ということで、はい、どうですかね、クネさん。僕はまあ一つ挙げるならば、
ビリヤードで恋愛をしてたんですけれども。そうですよね、基本的にそうですよね。そうです、まあ、今は結婚してますけど、その時彼女がいた時に。言っちゃっていいんですか、その。いや大丈夫、いた時、はい、いたんです、昔アマチュアの時です。マジですか。アマチュアの時に彼女ができて、別れた瞬間に優勝しました。すごいですね。下がってた。それはどこで優勝したんですか。プロツアー。いや、アマチュアの試合ですか。アマチュアの北陸の大会で、で僕の彼女はビリヤードだみたいな。あ、うん、そんな感じ。別れて優勝したから、うん、あ、俺の彼女はビリヤードだって決めて、そっからもう本当に恋愛がなくなっちゃいましたっていうエピソードです。はい、これは本当、本当です。いや本当っぽいです。恥ずかしいですね。どうですか、ヘジカタプロは。何がですか、今ヘジカタ。ヘジカタプロじゃない、ヘジカタですよ。ヘジカタです。肘です、肘です、肘です。今絶対やると思った。肘です、ね、肘です。いらないそういうの、はい、みんなでやろう、せーの、肘です。やらせるなって。これ、ね、覚えやすいですね。ね、これいいですよ ね。最近売れてますもんね。そんなことしないと覚えてられない感じ。そうそうそう。恋愛とかしてますか。恋愛って何ですか。ビリヤードとかなんか忙しそうですけど。ビリヤードしかしてないっていうのも面白くないですかね。まあ、ビリヤードが恋人ってい う、 うん。でも本当になんか若い子やってないから、ちょっともっとやっていければ、盛り上がってくれればそこから彼女ができるかなと。ああ。可愛い女の子が結構同い年のプロっていないですもん。ああ、そうですね、うん、じゃあなんでビリヤードしたんですか。なんで僕ですか。はい、どういうこと、どういうこと。僕はモテたいからビリヤードしたんです。あ、そういうのありますよね。僕ビリヤードしてモテるなんてなんか想像して入ってはないです、全く。僕はビリヤードが上手くなればモテると思ったんです。でもクリさん普通にモテるじゃないですか。ビリヤードしなくても普通にモテる。そうそう、全然モテますよ。もっとモテたかったんです。ダメですか。え、でもビリヤードって、あ、なんだろう、小学校、中学校、まあ、高校ぐらいのモテる男子の条件って、うん、顔かっこいい、スポーツができる、で、頭がいいの3拍子揃ってればとりあえずモテたじゃないですか。で、ビリヤードはこうなんかしてる人ってこうフォームかっこいいし、うん、まあ、スポーツだから、まあ、運動神経もいいかなって感じで、プラス頭も使うんで、うん、ただ3拍子揃っちゃうみたいな。一つ入ってないですもんね、僕ね。ん、頭が悪いですからね。いや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 、まあまあまあ、人それぞれね。得て増えてがあるけど。あ、でも結構みんな頭悪いですもんね。ちょっと一緒にしたいでくださいね。ね。頭悪くないです、全然。結構、今ちょっとツイートがありましたね。ありましたね。ビリヤードスパイス恋愛の〇〇でちょっとコメント。あ、コメントいただいてます、はい、彼女の方が上手くなってしまった。切ないな。面白い。これは面白いですね。一緒にやってるってことですかね。まあまあ一緒にビリヤードして初めて、まあ、同じぐらいのレベルで頑張ろうってやってたんだけれども、彼女の方が圧倒的に上手くなったっていうことですよね。練習時間はまあ同じぐらいだったりとかじゃないですかね。それかコソ練が多かったかみたいな。コソ練してそうですね。まあ同じ人も結構ね、ハマるとこう、うん、一生懸命になっちゃうんですよね。結構練習量多いですもんね、女性の方がね。女性の方が真剣に一人で練習したりしますもんね、うん、しますよね、確かに。僕はあんましないですね、でもね。女の子じゃないですよ。え、あ、男子として。男子でもやっぱ女子すっごい練習してそうなんですけど、女子プロの人らの練習の仕方を見てるとちょっとすごいなと思いますよ。見たことないですね。ね、はい、あれ、これ奥さん言っちゃっていい感じですか。そうですね、奥さんもすごい練習量すごいですけどね。プロ名は不景プロですけど、まあ練習の姿見てたらもう無理ですよね。無理、もう一人です。めっちゃ熱心なんですか。もう喋りかけないでくださいぐらいの、喋りかけれないオーラが出ますよね。まあね、そんなとこに惚れたっていうね。え、そんなとこに惚れちゃったっていう ね、 ね、 ね、顔が赤いって誰が赤いんですか。私もしかして。ん、私が赤い、顔赤い。いや、そんな僕ね、そんなね。赤いですか。酔っ払ってないですよ、全然。ところで、ビリーダーとは何のことなんだろう。ビリーダーですか。ビリーダーね、ですね、
ビリヤードとダーツがくっついて、ビリダーです。まあ、木村拓哉がキムタクみたいなもんで。みたいなもんで、栗林徹が栗とみたいなもんで。そう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 。そういうことですよ。栗と。初めて聞きましたけど。ヒジハーみたいなもんで。ヒジハー。まあ、エレカワです。エレカワみたいな。そういうもんですね。そうビリダーね。ビリダーですね。うんうんうん、でまあそのよくほらショップとかでもビリヤード&ダーツとか、はいはいはい、よくあるじゃないですか。うんうん、ビリヤード&ダーツって言いにくいんで、ビリダー。ビリダーにしちゃおうぜっていう。響きいいですね。うん、それでそのどんどんこう浸透してくれたらビリダービリダーなんだよみたいな感じになってくれたらいいな。じゃあ今日ビリダーでみたいな。ね。ダブルでみたいな。じゃあ今日じゃあビリもあるしダーもあるし。あと5もあるし、そうそうそう5もあるし、ね、そんな感じ。いやそっから5ですか、うん、そうそう、あ気づかなかったね、気づかなかった、あそう、じゃあまだ、ね、ついてきて、まだね、5もあるし、ガンもあるし、そうそうそう、カンもあるしそんな感じです。日本語喋れって感じ。全然ついてないんですけど、やばいやば、はい、何ですか今の。栗さんですって。いや、あの、栗とじゃなくて栗さんです。あなた本当に栗さんですか。栗さんです、はい、そう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 。なんかありますか他に。なんかツイッターコメントいただいてるやつ。まあでも、結構ね、某プロは隠します、名前は隠しますけど、あるプロの方はビリヤードしたら振られましたとか。ビリヤードしたら振られた。はい、いや、熱中しすぎて、まあ、はい、この彼氏さんか彼女、まあ、恋人が寂しくなっちゃってって感じですか。じゃないですかね。ビリヤードがこうなんかこうビリヤードの方が好きですみたいな感じになっちゃったんじゃないですかね、っていう某プロのエピソードです。某プロ気になるな。でも逆の方もいるんですけどね。でこうなんかビリヤードする同士でやっぱこう物理的にね一緒にいる時間が長いと、はい、そうですね、まあ、そうなっちゃうし、はい、ね、ちなみにエベカオちゃんは。そうですよね、はい、いや、なんかないんですか。なんか振ってばっかりですけど。一番なんか振らなきゃいけないところでしたよね。振ってばっかりですけどね、はい、で、僕なんでどんどん前に出ていこうよとするんですか、ね、ちょっと下がった方がいいですか。顔の、はい、あの、はい、顔の大きさ揃えましょう、はい、一番後ろの方にいますけど、はい、そうですね、私はでもビリヤード上手くなくてもいいけどビリヤード好きな人がいいですね。やっぱこう自分のやってることを理解してくれる人がいいから。そういう感じですか。興味ないとかよりも、はい、あの、まあまあね、好きな人がいいな。はい、あの、じゃあ一つ、あのちょっと来ましたよ、ツイッターが入ってますね。ちょ、ツイッターのコメントでですね、はい、モテモテになるショットはありますか。モテモテになるショットですか。ありますよね。あります、あります、いっぱいある、うん、はい、はい、どうぞ。どうぞ、一つ目。モテモテになるショット。モテショット。やっぱり、ジャンプショットに。あ、ジャンプ。ジャンプショット。え、でも、ジャンプショット、初心者の人だと難しいじゃないですか。いや、それをちゃんとこう教えてあげて、もしできたら。あ、そっか、難しいからこそモテる。かっこいいでしょ、うん、まあ、僕、それでモテると思いましたけど、全くモテなかったですけどね。まあまあまあね。うん、いや、モテますよ。まあ、でもそういう感じですよ。私モテますよ。私もだってそんなんだって。ジャンプショットでモテた。いや、それ。あとマッセで。計算で。違う、ね、計算ってないですか。それをネタに、ネタからの、ね、そう、あの、顔からの。顔からの、はい、こうマッセとかやっぱうおーってなりますね。絶対なりますね、うん、そう。なんかあといっぱい球が入るとなりますもんね。いっぱい球が入ると極玉、うん、極玉、極玉、ね、極玉も持てますよね、まあ、トリックショットっていうものですね、うん、まあ、曲芸ですよね。前はほら、あるなんだ、隠し芸か、隠し芸かなんかで、うん、あの酒井正明がやってましたね、はいはい、いっぱいやってましたよ ね、 たね、結構すごいやってましたよ ね、 たね、あれなんかやった後超かっこよかったですもんね、うん、もう芸能人みんなもううーって言ってましたもんね。うん、やばかったですね。なんか初心者の人でもモテる方法といえばなんかチョークの塗り方、うん、あ、シュッシュってやるととりあえずポンできるなみたいな、ね、大事ですね、うんうん、ちょっとこのタップの先 見ずにこうシュッシュってやってた方が多分かっこいいですよね。そうそうそう、でビリヤードのボールも見ずに入れるみたいな、うん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 そこ突っ込んで、何ビリヤードのボールも見ずに入れる。今ね、今ね、うんうんって言ってるのは今その分
文章を理解しようと思って分かんなかったから今うんうんうんって合図中ったんだけど、リアのボロ見ずにね、そうそうそう、あーなるほどね、絶対無理でしょ、そうそうそう、そういうツッコミ待ってたんですけど、あーそう、そういうことね俺こう見ないで合わせてからの話かなとかいろいろ考えたね。 あと背中越しのショットはあのみんなやりたがるけど意外とモテないですよ、あれあるね、うん、あのなんかね面白がってやるとねちょっと滑っちゃうパターンありますよね。あーまあまあでもでもこうプロの人がやってるとかっこよく見えますよね。かっこいいですね、うまいとかっこいい、やっぱうまくないとね、結構フォーム大事ですよね、フォーム大事ですよね、わかる、なんかあコメント来ますね、ビリヤードを好きになってから全然彼女ができないです、どうしてくれるんですかなんかどうしたらいいんですかね待って何切れ、これうちらに苦情来てますね。いやそれはうあれですよねやっぱその本人ちゃんのナオルダさんって言うんですか、ナオルダさんですか、ナオルダさんのテクニックが必要なんじゃないでしょうか。そうですね、もうちょっとテクニックを磨けばビリヤードのテクニックなのかそうですね、なるほどね、あ、来ましたよ、エベさんの好きなタイプの男子プロいますか。おなになに、これ振られましたね、固有名詞とか出すのはめっちゃ苦手なんですけど、あ、思い出した思い出した、誰、ジャパニーズ、え、 N プロ、ジャパニーズ、N、ジャパニーズ、N プロ、 N プロ、あ、やばい、言っちゃっていいの、完全に2人関係ないですね、 N、 いや、無理やり N にしようか、 N、 使えなくてすいません、長江プロちょっと待って、あ、はい、長江プロ、ほんとめっちゃ優しいんですよ、優しいですよね、優しい人がいいってことです、そう、めっちゃあの、ほんとに天使みたいに優しい人が好きです、いや、あの人かっこいいですね、かっこいいですね、フリックショットめっちゃできますもんね、そう、最近それでちょっといろいろお世話になってたりとかして、あー、なるほどね、なんか神様みたいにいい人だなと思って、うん、そんな感じの、あの、答えで、なんですかね逃げました、あの、当たり障りない感じでどうですかね、あー、なるほどね、さあ、はい、まあでも、ちょっと、結構ありますよね、こうやって考えるとね、どんどん出てきますよね、ね、まだまだどんどんコメント最後までお待ちしておりますので、はい、送ってください、よろしくお願いします。さあ、またここでいつも通っている、はい、おじちゃんが通っている CM です。イエイ、お店良いんです。さあ、今日もね、なんて読むんですかこれ、リッチ、リッチ、私がいつも通ってる美容師さんですね、これ今日もあの、はい、ちょっと巻き髪な感じにしてもらったりとか、ね、巻きがね、はい、巻き入れて、巻きの違う、ね、質が違う、巻きの質が違うでしょ巻きの質、自分でやるのとはね、わかる、そう、ね、わかりますね、あんまり関心がないちょっとあの、一生懸命打ってるのに、まあ、はい、いつも空いてる、はい、疲労にあるんで、ぜひ、ね、皆さん、ね、行ってみてください。もしかしたら会えるかもよ。会えるかもしれないね。会えるかもよ。ということで、はい、はい、まあもし会ったらどう？あ、もう全然あの、ね、喋りかけてもらって、ね、普通に、はい、大丈夫なんで、ね、ビリヤード以外の話とかね、で聞けちゃったりするかもしれないですね。はい、はい、その時ね、よろしくお願いします。お願いします。はい。それでは、今日はですね、また改めまして店舗紹介ということで、はい、今回バグさん、六本木店ですね、うん、からお送りさせていただいております。で、まあ他にもですね、バグさんいろんなところがあるんですけれども、先ほどビリヤードニュースでも、ね、あの言いましたけれども、フロリアンコーラーさんが、池袋店ですねの方にあの来られたりとか、いろんなイベントもやっていますよね、バグさんはね、うん、ですごいおしゃれで綺麗なお店もやってらっしゃるので、昨年もペアマッチの大きいイベントもやっている、そうですね、加藤夏樹さんを呼んで、ね、芸能人の加藤夏樹さんを呼んだペアマッチのイベントだったりとか、いろんなことをやってらっしゃるので、またぜひあのバグさんにね、うんうん、足を運んでもらえると、ね、そうですね、私も個人的にバグさんが好きにちょっと行ったりとかね、してるんですよ、え、実はじゃあ僕もしましょうか、ね、僕らも ね、 ね、たまにプロに、僕でもバグスさんめっちゃ相性いいんですよ、本当に、あ、試合のですか、この六本木店で結構プロツアーやってるんですけど、はいはい、優勝2回の準優勝1回の結構いけてるんで、
ちょっといい会場なんです。いい会場ですね。はい、ね、みんな好きです、ね、僕も優勝させていただいてるんで。いいのいいの。あ、関東オープンですね。そっか。でも早田プロと組んだやつでね、準優勝させてもらって。そうですよね。それは渋谷店で。負けずに。みんないいじゃないですか。みんないいです。イエイ。いや、またね、ま、たちょっとこういう店なので、うん、ぜひ来てください、はい、で、出張告知、はいはい、全国のビリヤードダーツ場の皆さん、私たち、はい、出張超人列をお店に呼んでみませんか、はい、こんな感じでね、はい、生放送する会場にさせていただけると、こうお店の宣伝とかしつつ、ね、はい、まあね、みんなでちょっとビリヤードについてのコミュニケーション取ったりとか、まあ普通にね、練習が見れたりとか、もしかしたらレッスンしてもらえたりとか、一緒につけたりとか、はい、そんな感じでね、うちらもお店、いろんなお店に行ってみたいですよね。はい、そうですね、うん、やっぱそのいろいろ見たい、見たい、いろいろ見たい、見たいって感じですよ、本当に。もう完全に北陸出身丸出しじゃないですか。なんで結構なんですか、え、結構全員出身違うんですね。北陸、関西、東京だ。東京ですね。別に何もないですけどね、モガモンガみたいな顔してね。北陸ってどこですか。北陸はですね、真ん中の左側の端っこの方ですね。分かりやすいのか分かりづらいのか真ん中の左側の端っこの方です。分かった、探してきます。でも一番あれですよ、あの学力が低い。高い高いですか。ほんと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 全体の、ね、成績がいいんですよ。ちょっと成績いいとこ出してください。成績いいとこ見せてください。僕はですか。絶対それは無理ですね。絶対無理ですね。漢字が読めないですから、はい、そこ触れちゃいけないとこですね。本当そういうとこはね、一応いいふりしてるんですから、やっぱりそういうとこは出さないで。内緒ね、はい、はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。はい、栗林超人の俺に聞け。はい、蹴り林じゃないです、栗林です。土方からの蹴り林。栗林です。肘蹴り。肘蹴りか。はい。いいっすね。かっこいいですよね。じゃあ僕はスタンバイします。はい、じゃあお願いします。俺に聞け。はい。マイクです、マイクです。このコーナーはですね、栗林超人が視聴者の皆さんの質問、要望などやってほしいこと、これどうしたらいいのかとか、そういう質問に答えるコーナーです、はい、実践しながらやってくださるので、皆さんどんどんツイートでコメントしてください。ツイートでコメントが入ったらそれをそのままやってるって感じですか。そうです、そうです、すごいんですよ、はい、生です。たまに失敗しますし、たまに我流なことを言います。はい、でもね、これが俺に聞けコーナーです。俺に聞けコーナー、かっこいいな。じゃあいいですか。はい、マキさんも来てますね。はい、球がまっすぐ振れないんですけど、なんかいい矯正法はありますか。矯正法ですか。球がまっすぐ振れない矯正法。矯正法どうやったら、あ、矯正の意味わかりますか。ですね、矯正っていうのは、そうなるようにね、頑張ってね、そう、まっすぐ触れてるかどうかの確認なんですかね。確認、まあ、僕はよくそのこのクッションのとこってこうまっすぐじゃないですか。あ、わかります、ね、わかります、はい。まあ、どちらでもいいんですけど、このクッションとレールのこの羅車の境目見えますか。はい、ここ見えます。見えてます、見えてます、はい。僕この間でこのこう素振りをする練習をして、その自分がどれぐらい右側にこじってるのか左側にこじってるのかっていうことを確認しながらこう振る練習をしてますね。なるほど、なるほど。で、まあ、それでまず基準を作って、あ、こんな風に振ってるんだっていうのをしっかり確認しながら練習します。でもそれ実際つくとちょっとずれちゃったりするじゃないですか、はい、手玉が実際ついちゃうと、まあまあ そういう時はどうしたらいいんですか、うん、そういう時はですか。難しいこと言いますね。難しいこと言いました、はい。まあ、でもその、まあ、こういう風にフィニッシュを決めて球をこれぐらい出すっていうフィニッシュを決めて、そのままの状態でボールをその無駄にまっすぐ出そうとしないで
そのちゃんと距離を決めてついてあげるとまっすぐ出ます、うん、なるほど、うん、距離を決めるということですね。その無駄に呼吸を、ま、長く出さない、しっかりちゃんと距離を決めてまっすぐちゃんと距離を決めてその確認をしながら一個一個ついていくということですね。まっすぐ大事ですからね。はい、はい、じゃあそんな感じで練習してみてください、はい、じゃあ次の質問、ですね、ビリヤードについてはい、ビリヤードについ て, についてはい、説明します。はい、とビリヤードはですねビリヤードについて、クネさん、ビリヤードどう思ってるんですか。ビリヤードどう思ってビリヤードについてどう思ってるんですか。ビリヤード大好き、大好きですね大好きっていうか、もうこれで行こうって決めた。あの、死ぬ寸前まで。はい、いや、死ぬ寸前はつけないと思うんで。え、なんでそう思ったんですか。え、なんでそう思ったんですか。いや、もう迷ってばっかりの人生だったんで、もうこれで決めようって決めて、これを好きになるように考えた末、今こういう考え方になって、もうビリヤードで行こう。え、それ何歳の時に決めたんですか。19、結構若いですね。19、うーん、だからもうどういう苦しい道でもずっとこれを続けるとビリヤードのことは思ってます。うーん、栗林さんの目標って何ですか。世界チャンピオン。世界チャンピオン目標ですね。目標、はい、世界チャンピオンになりたいですね。まず最初は、最初はなりたいですね、はい、ずっとこう外国を転々と回りたいです。それが夢です、ね、なるほど。今も結構回られてますよね。回ってますけど、そういう感じではなく、なんですかね、その呼ばれたりとかっていう感じで、あ、はい、ずっとそれを続けたりとか、はい、いいですね。そういう風になりたいです。なるほどなるほど。じゃあですね、はい、バンクショットのコツを教えてください。バンクショットのコツですか。そう、どういう力加減でついたりするんですかね。そのバンクショットってシステムっていうのがあるんですけど、まあ、システムを使って狙うという方法もありますし、どういうのがいいんですかね。そのツイッターで来てるのは、サイドとサイドのサイドとサイド、簡単に見えるバンクショットが意外と入んないと、その時のシステムとか教えてください。はい、サイドとサイド、サイドとあの蝶々ですね。蝶々、こうですか。はい、こうですか。そんな感じです。じゃあ僕流でいきますよ。僕流でいきます、はい、僕のコーナーなんで。いや、あのシステムっていうのも使わず。あー、なるほど、それ聞きたい。使わないの珍しい。はい、使わないです。二等辺三角形を作ります。へえ、いいですか。二等辺三角形を作ります。かわいいですね。かわいいでしょそれを二等辺三角形を作って、はい、比較的ちょっとだけ長く飛ぶように。長くそこちょっと大事っぽいですね。はい、はい、ここ長く、二等辺三角形で狙うと比較的入射角と反射角が詰まりやすいので、長めに狙ってあげると基本的に合いやすいというか入りやすいですかね。二等辺三角形で狙う方って初心者の方多いんですけれども、じゃなくて二等辺三角形に跳ね返るんじゃなくて、比較的ちょっと詰まりますよ、縮みますというところです。少し長めに取ってあげると入りやすい、はい、でそのシステムも基本的に縮まるように数字が振り分けられているので、そういう風に狙うと大体いいですよね。まあ、クッションの跳ね方によってもいろいろ違うんですけれども、まあ、基本的にそういう感じです。なるほど。二等辺三角形に跳ね返るんではなく少し縮まりますという感じ。なんかシステムで教えられるより簡単な感じがしますよね、うん、まあでも練習は必要ですよね。はい、はい、じゃあ次の質問です。栗林プロの動画を見て思ったんですが、準備ストロークに対して最後のバックスイングが若干長くしているように見えるように思うんですが、
意図的にしてますが、意図的にしてますね。あ、してますか。意図的にしてます。じゃあ実際やっていただきましょう。意図的にしてます。じゃあ普通本当にね、試合とかでやってる、はい、これどこですか。そこ、最後やっぱちょっと長いですね。うーん、その理由は何ですか。タイミングですかね、タイミング、うん、あ、この間その勉強した、はい、一番ビリヤードで大切なのは、まあ、突き点だったりとか、まっすぐ狙うだったりとかいろいろあると思うんですけど、そのやっぱりタイミングがずれてしまうと思ったことができないので、うん、その思った動点、思った力加減、思ったように振るっていうのが、タイミングがずれてしまうと全てが崩壊するので、タイミングを測るために溜めてるっていうのも理由として一つあります。はい、でも全員が長くした方がいいっていうことはないですよね。そうですね、その人それぞれいろんなタイミングがあると思う。例えばこういう風に振ってて、こうやって普通にこういう同じスピードでこうずっと振ってパンってつく方もいると思いますし、逆にそのつく前に一回シュッパッってつく人もいます。一回ワンスブリ入れてパンってつく人もいます。ただほとんどのその選手がちょっとさあ行くぞとタイミングを測るときにテイクバックをしてゆっくり引いてついてる方が多いです。ほとんどだそうです。はい、うん、きれい。なんか長く引いた時になんか疲れて止まっちゃったりしないですか。疲れる。ああ、疲れて止まる。 ありますね。でもなんか緊張しすぎて、僕の知り合いのプロの方が、イップスっていうのになったり、ビリヤードでですか。はい、なってる人はいます。ダーツでは聞いたことあるんですよね。そう、ダーツと同じ症状ですね。ゴルフとかと一緒の症状で、イップスっていうのは、精神的にこう自分がつきたいんです。つきたいんです、はい、思ったようにタイミングを測ってつきたいだけれども、テイクバックをしてこっから球が前に出ないんです。っていう精神的な症状ですね。それがイップス、ウップスみたいな精神的にウップスみたいな。いやでも本当にこう構えて本当にここから前に出ない方っているんですよ。それその後どうするんですか。何秒ぐらい止まっちゃうんですか。打てないんですよね。打てないんです。で試合とかだとそのプロはそのプロですか。はい、プロの方。でこう構えてその前に球が出ないんで、このままこう止めて一回離れるらしいです。あー、そっかそっかそっか。で離れて構えてからそのタイミングで行くと球が前に出ないんで、タイミングを変えてつくしかないらしいです。へえ。だからその選手は結構早くつく練習をしてましたね。テイクバックをこう、まあ、さっきやった同じようなタイミングでみたいな。はい、それを早くしてみたり遅くしてみたり。そのくらいね、緊張すると怖いスポーツですよね、はい。はい、じゃあ次の質問いってみましょう。引き玉のコツを教えてください。はい、引き玉のコツはですね、まあ、できる限り下を早くつくっていうのが単純によく一般的に教わることなんですけれども、下を早くつく、はい、まあ、僕はその動点が一番大切なんで、動点がずれるっていうのが一番引けないことだと思ってるんで、その比較的みんなこう見てると引けない時ってこう動点が思ったより上がってしまってることが多いんで、必ず合わせた下のマックスですね、マックスをちゃんと合わせたところをつけるようになると、どれぐらい引けるのかっていうのも分かってくると思いますし、
自分がどれだけ動点がずれてるのかっていうのも分かってくると思います。でまずこれができるようになれば、あとはいかにこうその動点を球速度を上げた状態で捉えるかっていうことですね、うん、なるほど。本当でも結構下ついてるようでつけてない人が多いですよね。多いですね。で、あとはその球を長く出さなきゃって思ってる人もいらっしゃる方多いですよね。球を長く出すんじゃなくて、その胴点をコンパクトについた方が弾けると思いますね。おー、めっちゃ弾けてますね。なるほど、じゃあそんな感じで練習してみてください。はい、じゃあ次の質問いきます。右足を軸にして構えに入る際、はい、それができない場所の時はどんな入り方をしてますか？つきづらいってことですかね。要は床が、床の高さが違うってことですね。あと地盤沈下ってことですか？まあ、そこまで違います。例えばですよ、例えばここになんかこれぐらいの台があるとしてあ、そういうことか。そういうことですね。お店によってちょっと、まあ、試合ではあんまりないですよね。そうですね。まあ、とりあえずちょっとやってみますけど、はい、まあ、例えばこういう感じで、あで、こういう感じなんですけど、何を軸にして、はい、何を軸にするのかを今自分で確かめてるんです。あ、確かめてるのか、はい、なんかかっこいいですね。なんかこの方がかっこいいかも。あ、でもあれですね、やっぱ、腰の高さですね。要は、はい、腰の場所がテーブルが低ければ足が伸びちゃうし、テーブルが低かったら左膝が曲がっていくんで、腰かもしれないですね。え、腰をどうするんですか？今まででと変えないってことですか？いや、腰の位置を変える。なんとそのしっくりくる場所に合わせてるだけなんですけど、僕はね、だけなんですけど、それがそのテーブルに合った重心なのかもしれない。自分のフォームの作る中心の場所が、基準が腰なのかもしれないですね、僕の場合は。腰命。ただその基準は、僕はいつもこう入るときに足を伸ばしたりとか、両膝伸ばしたりとか、片足伸ばしたり両膝曲げたりいろいろするんですけれども、基本僕上半身でちゃんといつもついて、いろんなテーブルの高さとかも対応してるんで、曲げても伸ばしてもどっちでも合わせられます。なるほど。そういう風に普段から練習してる方がいいんじゃないでしょうか。だそうです。じゃあ次の質問いってみましょう。はい、ショットスピードは強くつく時も弱くつく時も同じですか？いや、それは違いますね。それは違います。はい、やっぱ強くつく時は球スピードは速いですし。そうですね、はい、ただ比較的その端っこをついてしまうと、速く振っても弱く感じてしまうこともありますし、中心をその同じ速度でついたら強く感じる時もあります。やっぱりボールの端っこを捉えると比較的速度は落ちますよね。中心を捉えてないんで比較的速度は落ちるんですけれども、中心を捉えるということは重心を捉える出るのと一緒なことなんで、すごく強く感じるはずです。だその錯覚がついている動点ですごい違いが出ますよっていうことですね、うんうんうん、はい、同じ速度でついてても本当に中心をつけると強くなります。だブレイクとかでもそうですね。その強いブレイクが打てるときってのはすごく中心を捉えてるときですよね。スピード全然違いますもん ね。下でもひねってるときと真ん中のときと、ね、で下をついたときは同じ球速度でついてもかなり弱くなります。はい、あ、ちょっと面白い質問。3人はですね、つくときに手玉を見ますか、的玉を見ますか。はい、お三方、3人、僕たち全員ですか？そう、はい、僕栗林さんは、はい、両方あります。例えば、どっちがいいんですか？たまによります。どっちがいいとかじゃなくて、たまによります。配置とか分けるときはどういう球のときにどっちはどっちを見るみたいな。いや、それも五分五分ですね。本当ですか？はい、どっちですか？はい、僕基本的に的球なんですよ。的球ってどっち？的球は狙う球の方を的球って言います。そうですね。
ポケットしたい球を真っ赤だなっていう、真っ白のボール以外です。はい。大丈夫、一応プロテスト受けてる。あ、数字書いてるやつ、ね、はい。で、それでジャンプショットとか、あの球越しのつきづらいショットの時は手玉見ます。頭点をずらしたくない時は、はい、あ、でも手玉、あと他は主にはもうずっと的玉見ながら、的玉つく瞬間は的玉ですよね。的玉です。的玉見ながら構えに入って手玉の胴体合わせて最後も的玉の厚み見ながらつくっていうことが主なスタンスです。私構えた時手玉、的玉、ポケット全部見る。構えた時に、手玉目3つぐらいあるんですか。ってことはですね、焦点はどこに合わせてるんですか。ラインで見るってことですか。この辺で見るって感じ、脳で見るみたいな。それ厚み感じる人ってことですね。あ、そうそう、感じてる。見てないんですね、うん、ややこしいね。僕はその例えばですよ、僕の場合は、センターショットをして、でまあ的玉を見てずっと練習してきてるんですけどちょっと今はいはい、でなんかじゃあバンクの時はエビさんはここ見て、ここ見て、手前も見るっていうのが相当なハイテクニックですけどね。あ、でもバンクの時に、バンクの時にもうさっきの話の続きになっちゃうんですけど、向こうのポケットを狙う人もいますもんね。あ、そっか、こっちにポケットがあれば、いや、このテーブルを2倍して、はいはいはい、して向こうのサイドポケットを狙って、こう空想でこう狙ってる人いますよね。こういう方、顔そういう方います。で、まあまあそれと一緒なんですけど、一緒ではないですけど、あの、まあ、僕は練習してて手玉を見てつく練習、これを見てつく練習、うんうんうん、その間を見てつく練習、目つぶってつく練習、全部やってるんで、で、まあそのどれがいいのか、そのどういう精神状態の時はどれがいいのかっていうのをその時その時変えます。ただその一番信頼ができるようにずっと普段練習するっていう感じですね、うん、だからその分五分五分になります。ちょっと待って、エベさんは天然だったんですね。ちょっと待ってって怒ってますね大丈夫質問じゃないですね大丈夫ですか。エベさん天然天然じゃないですよ、全然超真面目キャラクターですいいですか。はい、はい、ということです。なんか前回見逃したんですが、タイミングって何を表現してますか。手玉を捉える時の握り込みのタイミングって意味ですか。チャーシュー麺のことかな。チャーシュー麺のことですね。チャーシュー麺、チャーシュー麺なんですよ。いや、単純、あのタイミングの作り方ですよね、はいはい、タイミングの作り方がどれがいいのかっていうので、チャーシュー麺とかありますけど、付き方のタイミング、はい、はい、それを一定にした方がいいってことですか。自分のリズムに合わせて。じゃあそれを、そのタイミングが作れない方に対して、そのどういう風に作ったらいいんですかっていう質問になったので、チャーシュー麺の方が、例えばの話です。そうそう、前回はストロークのタイミングを説明したんですよね。で、そのタイミングもその人それぞれで、僕なんかだったら、その昔憧れてたプロの方とかがいらっしゃったんで、そのプロの方を真似して、うん、そのついたりとかしてますね、はい、へー、なるほど。やっぱ上手いプロのタイミングを真似るのも大事ですよね。例えば、まあ、一人例を挙げますと、そのこう田中正明プロとかね、はいはいはい、独特ですよね。のこうこういう感じでこう入ってきて、もう入ってるルーティンから、こう入ってこうして結構似てますからね。こうモノマネ始まってる感じですかこれ。こうしてこうやってしますね、うん、入ってる、はい、なるほどなるほど、まあ、そんな感じでね。そういうふうな感じで、理想を、そのかっこいいなと思うプロだったりとか、理想を描いているプロの方のタイミングを真似してみるのもあり、ね、そう、見て学ぶっていうね。今日はいろいろ勉強になりましたね、はい、勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次のコーナー行ってみましょう。はい、はい、どうぞ。さあまあ、いいですか。はい、ありがとうございます。あ、CM です。
はい、こんにちは。あのコーナーです。なんでですか。もう超人列伝の定番です。あ、来ましたか。はい、もう素晴らしいですよ。はい、あの方、はい、トモの世界です。知る人ぞ知る、やばいですよね、トモさん。トモの世界、これも定番です。超人列伝の定番です。大人気コーナーですね。さあ、トモの世界 VTR、はい、スタート。スタート。入り方かっこいいですね。さあ、今回でトモの世界もね、何回目ですか。もう10回目ですかね。超かっこいいですね。ねえ、見てくださいこの表情。何これ。素晴らしいですよね。こんな表情なかなかしないですよね。しないですね。作ってもなかなかできないですね。さあ、始まりました。トモの世界。ビリヤードの神秘。神秘に迫ります。さあ、今回はどんな内容なんでしょうか。怪獣世界。はい。穴クッション。穴クッション。ああ、実用度高いですね。難易度もそれなりにありますね。実用度高いの珍しいですよね。でも久々ですね、シュールさがないですね。お、はい、なんですか。なんだこれ、なんだこれ、はい、あ、穴に隠れている状態ですね。この場面でもたまに出てきますね。たまにありますよね。はい、お、トモさん、はい。あ、これでもあれですよね。あの、分かりますけど実用度結構 高いんですね。これ試合でこうなったらやりますか。まあ、やったことはありますね。ありますね。クッションがいけないとありますよね。10回ぐらいありますけど。10回やってどんくらい成功するんですか。いや、でもこれすごい成功率ですね。今ずっと成功してますよね。これ、まあ、VTR だから。いや、これ多分何回もやってるんですよ。何回もやって長しっぱですか。はい、次大事ですね。すごい。確かに実用的かもしれないね。ちょっと10回ぐらいやって何回できるかやってみましょうよね。10回くらい、せっかくなんでね。やりますか。ゲストできてる、はい、ヒガタプロに。はい、はい、じゃあ土方プロに、あの、はい、今の第10世界をやっていただきましょう。第10世界、ハヤトの世界。ハヤトの世界です。でもちょっと同じやつは、まずはちょっとやってみましょう。同じのをやってみましょう。まあ、8番でやってみましょうか、ね、はい。これ実用度が高いってあのトモプロが言ってらっしゃったんで、かなり使えるんじゃないかと。使えちゃうんだったらいいな。じゃあやってみましょう。さあ、お願いします。お願いします。あ、あ、でも結構近く行くんですね。あと10センチ。ねえ、でも多分トモプロはほぼ 100% 成功するという。お、来ましたね。すごい。あ、いいですね。2回目でできちゃった、はい、結構実用性ありますね。かなり。ねえ、じゃあちょっとなんか違うパターンやってみてください。違うパターンもあるんじゃないですかね。なんかちょっと遠いや、なんかあっち、あっち、あの9番入れてみてください。じゃあゴキブリ系ですね。ゴキブリ系っていうのは穴でバタバタして、そう、そうですね。今若干ちょっと映像で隠れてるんですけれども、すいません。はい、今大丈夫ですか。はい、そこですね。はい、そうですね。さっきの、穴クッションプラスアルファですよね。いや、でもトモプロ曰くあるみたいですよ。これこれはないですよ。まあまあ、イベントとかでね。はい、でやってみましょう。
全然ダメじゃないですかこれ。ちょっとここだけ見たら意味わかんないですからね、ビリヤードしないと。え、ね、何これ入れればいいじゃんみたいな。ね、いやこれをね違う方角から入れるというね。今2回目ね。2回目ですよね。え、ちょっとやりたい、やりたい。じゃあもう一回エベプロにちょっとお願いし、ちょっとじゃあラスト、もう一回ラスト、はい。全然ダメじゃないですか。じゃあちょっと手本をちょっと見せてあげてください。手本見せてあげて、はい、エベちゃん、エベカオコとエベちゃんが今見せますよ。え、これ、この時は意味ずらじゃあ、さあ行きましょう。どうですか。ちょっと待ちますよ。待ちますよ。いける？いける？いけちゃう？あ、いけちゃうんだやっぱり。そうそう。あのクッションも狙えてないですね。穴に一直線でしたけど大丈夫ですか。ああなるほどね、うん、やっぱ性能ハイテクシャフトですからね。ね一応ついてる方角の方に飛んでいくんですけど。はい、分かった、分かったそうです。今ちょっと近づきましたね。ね、さっき一直線でしたからね。いい、そうです。パヨンパヨンでもいいですよね。ポヨンポヨンでもどちらでもいいです。あー惜しい。で、なんで向きになってるんですか。ラスト、ラストいきましょう。難しいですね。はい、いやでも成功する。おー惜しい。いいですね。いやでも実用度ね、ちょっとあれですね、もうエベちゃんが一番実用してるってことですよね。そういうことになります。ネタでしたよ、ネタ。でも、でもさっきの友さんのは本当にありますね。使えますよね、あります。僕も人生で10回ぐらいあります。僕もありますよ。何回回数の話なんですね。1年に1回あるかもしれないですよね。うん、あるかもしれないですね。僕も10回ぐらいある。その1回を決められるか決められないかでかいから、結構練習した方がいいかもしれない。なるほど、練習したらいいと。でもさっき ね、今のさっきのね、近かったんでできますよ。できるか、練習してみます、うん、ね、使ってみます。え、試合で使ってみます。ちゃんと狙えるときはちゃんと狙ってください。スクラッチしたらただのバカですよ。ね、一番最初にやった、ね、一発目にやったあの、ね、一直線のやつはね、結構バカかって思われちゃうんで。盛り上がったからいいか。ね、はい、はい、ということで、友よの世界でした。はい、友よです。友よじゃないですね。確かにあのよに見やすいですね。よは反対ですけどね。ちょっと待って、あれよって読まないんですか。おです。あ、赤まで、うん、おですね。オッケー、オッケー、引いてますよ。引いてますよ。ドン引きです。はい、ということで第10回なんですよね。はい、はい、第10回なんですよね。次第10位世界、お楽しみにください。はい、楽しみにしてます。さあ、もう時間がちょっと迫ってまいりましたね。はい、もう1時間経っちゃってますけれども、早い、はい、早い。出張告知ですよね。はい、また超人ですよ ね、こんな感じ、いろんなお店に行ってみたいですね。はい、いいですよね。あれ、普段はお客さんも前にいたりするんですか。いてもいいです、ね、全然いてもいい。個室でやっちゃってるからちょっと、はい、そうですね。あ、でもあのその並んでますかね、今50人ぐらい。そう、あー、そうなんですね。327人いるそうです。本当に、はい、327人います。今やっぱね、人気あるんで、この番組バズレスも人気あるし、番組も人気あるし。ドリームショットどうですか。お店あるじゃないですか。ああ、そうですね。ぜひぜひ。あ、本当に。全然、でも全然行きますね。行きましょう。次は、そこでまた出ていいんですか。じゃあまたそこではね、うん、違う何かのコーナーをね、やってもらってね、はい、ね、何か用意しとかないと、ね、でも本当にこれ面白いから、どこのお店でもいいですね。できちゃうんですよね。
まあ、その追従ではないですけど、その例えば誰々プロとを呼びたいとかいうので、超人列伝にゲストに来てもらってみたいな感じで、その超人列伝が終わった後にとか、なんかチャレンジマッチだったりとか、イベントもできそうですね。そう、イベントとかもくっつけながらとかやっていただけると嬉しいなと思います、はい、そんな感じでどこでも行っちゃいますんで、はい、ぜひぜひ呼んでみてください。はい、じゃあ次回は、次回は3月ですね、3月の27日7日火曜日、火曜日の放送でございます。はい、見逃さないでくださいね。はい、見逃さないでくださいね。はい、はい、また次回もね。超人列伝は、はい、こんな感じで、はい、バイバイ、また見てくださいね。じゃんけんぽん。という感じで、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。